お集まりいただきましてありがとうございます。ちょっと時間が限られてますので、早速始めさせていただきたいと思います。本日国民民主党の田野代表の方が滋賀県に足を運んでいただきまして、さまざまに活動するところなんですけども、なかなかこう時間が限りでして、皆さんとこうお話をする機会が特別に設けられそうになかったので、ちょっと早く滋賀県にお越しになることができるということでしたので、この場を設定をさせていただきました。ちょっとこの後のスケジュールもありまして、40分ぐらいをめどに、だから3時、10分を終了目安とさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、田野代表より皆様に一言ご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。国民民主党代表衆議院議員の玉木雄一郎です。今日から10月ということで、月も変わりました。また、長く続いていた緊急事態宣言、まん延防止等重点措置も、一応全面解除ということになりました。そしていよいよ、衆議院選挙が目前に迫ってまいりましたので、私もこれまで控えておりました全国行脚を解禁をいたしまして、今日、滋賀県に、特に我が党の公認候補予定者のいる斉藤愛子さんが戦うその滋賀1区に参らせていただきました。岸田内閣が発足をいたしまして、発足する予定になっておりまして、来週にもですね、主犯指名、そして代表質問という日程に入っていきます。いよいよ政権の全容が分かってくるという中で、我々としてもですね、しっかりと何を訴えていくのか、この岸田政権とどう向き合っていくのか、そういったことを県民の皆さんにも、また選挙区の有権者の皆さんにもしっかりと伝えていかなければならないという思いで、こちらに来させていただきました。斉藤アレックスさんは、我が党の公認候補でもありますし、我が党の近畿の中でも、この滋賀1区は最重点選挙区だと位置づけておりますので、党を挙げて斉藤アレックスさんの当選に向けて全力を傾けてまいりたいと思います。我が党はすでに先般、選挙に向けた公約、重点政策を取りまとめておりまして、まずこのコロナで傷ついた経済を立て直していこう。ただコロナの前から実は日本経済、相当長期に低迷しておりまして、その流れをやはり大きく変えていかなければいけない、そのために積極財政に経済政策を大きく転換すること、そして何よりも1996年以降、日本の実質賃金指数は先進国の中で唯一下がっていて、つまり給料の上がらない国になってしまったことをもう一度変えたい、頑張って働けば、給料の上がる国にもう一度、したいというのが私たちの大きな政策目標の一つに掲げさせていただきました。そしてそのために何をするかという時に一番力を入れて投資をする先が人づくり、教育、科学技術であります。人づくりこそ国づくりということを大きな柱に掲げ、教育国債という新しい国債を発行して、とにかく惜しみなく人づくり、教育、科学技術や財政投資をしていこうと、特にこのコロナを振り返ってみると、国産ワクチンの開発ができなかったのがもう痛恨の極みです。それは日本の基礎研究の力や科学技術、開発の力、こういったものが落ちていたということの教訓だと思いますので、ここは政策転換を大きく図るためにも、教育国債を発行して、教育、科学技術の予算を倍増させていきたいと思います。そして、やはりいざという時の備えがやっぱり大事なんだなということを、このコロナは教えてくれたと思います。新型感染症に対する備えである、あるいは今後起こるであろうと言われている食料危機に対する備え、農業、漁業、林業といった一次産業をしっかりと支えていかなければいけない、そして何よりも尖閣諸島の合意をはじめとした安全保障に切れ目があってはならないということで、私たちはすでに海上保安庁法の改正や自衛隊法の改正も提案し、南西諸島の守りを万全にしていこうと、領域警備を強化しようという法案も提出をしております。こういったいざという時の備え、国民と国土を危機から守るということも大きな柱として次の選挙を訴えていきたいと思います。で、最後に何よりですね、この9年間、特に安倍政権、菅政権で失われたのは政治への信頼だと思います。で、この政治の信頼、いかに回復できるのかというのは、これは与党と野党の共同作業だと私は思っています。まずは自民党が菅総理から岸田総理に変わりました。信頼回復ということを総裁選挙でもおっしゃっていましたが、果たしてそれができるのか、ここは厳しく見定めていきたいと思います。次第に岸田内閣の陣容が明らかになってきてますけれども、安倍内閣かなと思うような陣容になっています。一皮むけば安倍内閣、安倍内閣リターンズというか、安倍内閣バックという感じの陣容であればですね、果たしてこの安倍・菅政権で失われた政治の信頼が、岸田内閣で回復可能なのかという、大きな、すでに、黄色信号が灯っていると思っています。我々は具体的に公文書管理に罰則を導入したり、具体的にこの政治の信頼を回復するような具体策も提案していきたいと思っております。いずれにしても、我々としては、県民、国民の皆さんに訴える大きな政策の柱、本柱をすでにまとめましたので、斉藤アレックスさんと一緒に滋賀県内、そしてまた全国でこうした私たちの思いを訴え、統制を拡大し、日本の政治を変えていく、その先頭に立つ格好で、我々全力で次の選挙に臨んでいきたいと思っています。私からは以上です。続きましては、斉藤アレックスから本日はお集まりいただきありがとうございます。国民民主党の滋賀1区の衆議院予定候補の斉藤アレックスでございます。本日は玉木代表と一緒に滋賀県内で活動させていただき、また外交活動やライブ配信などを行わせていただき、滋賀本より全国でさらにこの国民民主党の政策と、また私の思いをリードできればというふうに考えています。私は、お話しすることも、玉木代表がおっしゃっていただいた通りなんですけれども、この滋賀1区、この2019年、前の2019年では、加田幸子さんが勝利をして、そしてそれまではずっと川端先生が席を守ってきた。この滋賀1区、なんとしてももう一度政治を変える起点として取り戻していかなければならない、私が勝利をしなければならないという思いで、これまで2年間活動させていただきました。今、コロナ禍が続いていますので、選挙でもコロナ禍の中で、そして選挙終わった後もコロナ禍は終わってないと思いますので、コロナ対策、私たち国民民主党、しっかりと皆様、他の党よりも前に先手でいろいろな提案をして実現につなげてきましたので、その仕事を私もさせていただきたい。また、玉木代表おっしゃったように、1990年代半ばから続いている、日本の凋落、その原因が給料が上がらなくなっている、国民生活をないがしろにして、誤った経済政策を自民党政権が選択してきた、そのところにあると思いますので、しっかりと経済政策の思想を変えて、まず国民生活を豊かにして、消費が増えて、そこから企業業績も向上するという、好循環を生み出す経済政策へと転換をするということを、中心において、私も頑張っていきたいと思っております。そして最後も同様ですけれども、本当に街の中を歩いていると、政治に対する信頼感が失われているということを私も感じます。特に戦後の記憶や、あるいはこれまでの日本の民主主義の発展を見守ってきた高齢の方々からは、なんとか政治を良くしてほしいと、もう一度嘘をつかない、ごまかさない、正直な数字を取り戻してほしいというお話をたくさんいただきます。嘘ごまかし、これがコロナ対策の中でもたびたび起きてしまって、現場が混乱するということが起きてしまいました。もう一度、日本の政治に信頼を取り戻していく、そして経済政策を含めて、大きく今の機能していない政治の体系を変えていくためには、やはり政権を私たちに握るんだという思いで、私、斉藤アレックスも精一杯頑張らせていただきたいと思っておりますので、本日をまた一つの契機として、一層活動を高めてですね、衆議院選挙を迎えたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。そうしましたら、お時間の中で、皆様からの何かお問いがありましたら、お送りしたいと思いますので、私が指名させていただきますので、所属とおしゃってからお話しいただければと思います。ザコ放送の坂田と申します。玉木代表は2年前の統一地方選挙でも全国で選挙をやってる中、初日の午前中に滋賀県に来られました。でも今回も全国アニメ解禁されて早速この滋賀県に来られたわけなんですが、その国民民主党としてのその滋賀県の思いですね、なぜ今回この近畿の中で、最重点選挙区なのか教えていただけますでしょうか。琵琶湖が好きなんですね。いや前回覚えてますよ。統一地方選挙も来て、で1対1の選挙区で厳しい中でですね。当選されてよかったなと思ってます。もともとですね、旧民主党時代、野党系が比較的強かったところではあります。ただ、なかなかですね、いろいろその後あって、今厳しい状況になっておりますが、やっぱり自民党に対抗できる勢力をもう一回ですね、作り直すためにはですね、そのまずスタート地点はここ滋賀になるんだろうと思っています。その滋賀である程度野党勢力を盛り返さないと、日本全体でもですね、野党勢力が盛り返せないと思ってますから、野党がこれからですね、伸びていくのかどうなのかということを図る試金石がこの滋賀県だと思っています。特に、滋賀1区はですね、先ほど斉藤アレックスからもあったように、長年ですね、川俣元副議長が議席を守られてきたところでもありますし、特に労働組合の応援もいただいてますけれども、民間の労働組合の方も多くてですね、その意味では、ある意味はこう働く人の立場を代弁して、野党が頑張らなければいけないという土地の一つだと思っていますので、ここ、我々としても改めて最重点としてですね、滋賀県で国民民主党の旗を、また野党の旗をですね、しっかり立てていく、そんな思いで、私自身、この再開の1日目を、この滋賀県、コロナの中、明けてですね、初日をこの滋賀県選ばせていただきました。ありがとうございます。そしたら、読売新聞の矢野と申します。よろしくお願いします。玉木代表に伺います。滋賀1個が最重点の選挙区だというご説明があったんですけど、近畿でもとおっしゃってましたが、全国的にもという、全国にも他の最重点区が複数あるのか、滋賀が最も有料視されているところなのか、はい、全国でもですね、非常に重点を入れているところは他にもございます。ただこの近畿ブロックで言えばですね、やはり先ほども質問ありましたけど、象徴的な選挙区だと思っていますので、なんとかですね、勝ち抜きたい、勝ち取りたい、そう思っていますので、いくつか我々としても、最重点として、設定している中の一つあることは間違いませんし、この深くも近畿ブロックの中ではですね、間違いなく一番重視している選挙です。ちょっと公共の事情は分からないんですが、滋賀1区では今のところ自民党さんと斉藤さんの1対1の構図になっておりますが、その野党共闘という意味で、この滋賀1区、それはうまく、地方でもという意味でいってるのでしょうか。追加でもし補足をしてもらいたいと思いますが、それぞれですね、地域ごとにいろんな歴史とか、例えば連合さんとの関係、他党との関係っていうのは、地域ごとのいろんな積み重ねという歴史がありますので、それを党本部として地域の取り組みを最大限尊重するということが基本方針です。で、その意味で言えば、私の本部としての認識は、滋賀県は、野党間の連携がかなりうまくいっているところの一つではないかなと、お互いいろんな主張がありますから、譲ったり、譲れなかったり、いろいろある中で、滋賀県はそこが比較的、私はうまくいっていると認識しておりますので、とにかく自民党は協力ですから。力を合わせるところはできるだけ合わせてやっていかなければいけないと思います。我々もとにかく自公に向き合って、やっぱり正面からぶつかっていくという意味では他党と同じですから、そこはですね、力を合わせるところは力を合わせていきたいと思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。違う新聞の西川ですけども、今のお話をもう一つ伺いたいんですが、一区で、共産党とかですね、市民連合を中心に、幅広い全体というか、そういうのが特徴としてあるわけですが、この共産党さんの票はですね、アレックさん、どうかご覧かがも正直、今回の勝敗ということを制すると思うんですけれども、これについて、田中さん、今おっしゃられたように、地域は地域の国民を尊重するという、ここをもうちょっと深掘りしてですね、じゃあ、共産党は排除するのかというか、その後はどういうふうに、野党共闘が共産党を含めてうまくいってるエリアですね、僕は、先ほどの時代からずっと。それについて、どういう場合に、今更野党共闘ができるかできないか、別にしてですね、これは市民連合の問題もあると思うんですが、もうちょっとその辺を伺ってますけど。ですね、いろんなやり方が各地域地域にあると思います。文書を交わすような方、文書をまた交わさない。もう信頼関係のない口頭でじゃあやりましょうって言ってる方、いろんなパターンがありますので、それはそれで尊重したいなと思います。で、先ほど共産党を排除するって、我々排除されることだっても排除することはないと思ってるので、先ほど申し上げたように、我々もあくまで向き合っていく対象は自公であり、自公の候補者なんで、それはもうガチンコで戦いますからね。なんか我々が何かこう野党の側から外れているように時々報道されるのは全く信頼でありまして、ただ今回の自民党の4人の総裁選挙を見てて、ある意味の脅威だったと思うのは、いわゆる右から左まで幅広い方が自民党の中にいらっしゃるので、支援者の受け皿がすごい広いなと思ったんですよね。で、対する野党がある特定の支持層だけに受ける政策とか理念だけ掲げてると、もうその時点で幅が狭いので、数が足りないので負けちゃうんですよ。だから野党の側もある種、右から左まで幅広くその支援者を糾合できるような受け皿を作らないと、特定の政策と特定の理念だけではとても幅広い自民党には勝てない、融通無理ですから。ですから我々は若干その現実的、多少本権保守のようなところまでこう捉えるような現実的な政策を特に外交安全保障で掲げてますけれども、野党が本当の意味で、県民、市民、国民から信頼されるためには、それぐらいの幅まで含めた野党の大きな塊でないと、51% を取るゲームではとても勝てないと思っているので、野党もある種の幅広さと、それを支援する支援者、支援団体も大きく寛容なところでいないと自民党には勝てないと思っているので、ただ、その支援者の在り方とか、その政党の在り方は地域によって違うので、そこはですね、最大限尊重していきたいというのが我々の立場ですね。例えば共産党の方もですね、アレックさんにシンパシーを持っていると思うんですね、今回は。効果感じているところだと思うので、誰も答えないと思います。その場合に、その地域の特性ということであれば、滋賀県の一区において、別にアレックさんが共産党の方の講演を受けてですね、それはそれで地域の問題からいいというような感じで、今言われたように非常に幅広い受け皿という形まで持っておられる。枠から外れてるのか、それはどこにお考えですか？いや、もう応援いただく方はどんな方でも応援いただければですね、自民党、公明党に行かない票はすべてこちらに集めることぐらいしないと、それは強敵ですよ、自民党の候補っていうのは。ですから、そこはだから幅広くですね、もちろん共産党に限らず、他党、立憲民主党さんとか、社民党さんとか、いろんな党があります、維新さんもあります。で、それぞれの言ってる主張違いますけども、ただ、やはりそれはある種、広く認めていただいてですね、例えば、我々が辺野古については凍結はいいけど、相手のことを考えず、アメリカと一定の協議もせずに、一方的に中止するっていうのは、民主党政権で失敗したので、そこはちょっと我々、せめて凍結までですよねと我々言ってるんですが。それは甘いと言われてしまって応援いただけないということになると、それはまずいんじゃないかなと思うので、そこはそれぞれの考え方を多少柔軟に受け入れていただいて、やっぱり相手は自己なんだという中でですね、応援いただけるのであれば非常にありがたいなと思います。通信の岡島と申します。まず岸田新総裁の下での新自民党執行部について受け止めを改めてお伺いしたいんですけど、よろしいでしょうか。まだ内閣の全容が分かりませんけれども、党人事、そしてまた一部出てきているですね、内閣の顔ぶれを見ると、一皮むけば安倍内閣という印象ですかね。ですから、もともとですね、安倍総理は菅さんがいなければそのまま岸田さんに禅譲するって話が昔ありましたよね。でただ、体を壊されたりした間に、菅さんが入る形で実情は中継ぎみたいになりましたけど、結果、もともと安倍総理が描いていた岸田さんにある種、禅譲する形が1年の時を経て実現しているのかなということではないでしょうか。細田派の人がかなり入っているということですし、主要なところは全部抑えています。ですから心配なのはですね、私実は正直言うと、岸田さんが言っていること自体についてはかなり共感を持つところもあります。政策的な内容も、新自由主義からの脱却とか、21世紀の新しい伝統主義構造とかですね。ただ政調会長がちょっと全く多分違う考えの高市さんが来てですね、で本当に岸田さんがおっしゃってることができるのかなと。でも一番懸念があるのは、政治の信頼を失われてるってことをあれだけ総裁選挙で訴えて、幹事長にいろいろ疑惑があって、いまだに説明責任を国民に対して十分果たしてるとも思えない甘利明さんが来たということはですね、UR の問題どうだったのか、大臣室受け取って50万の話、弁護士に依頼して報告書を作ると言って、報告書は一切出てないし、弁護士の名前もいまだに明らかになっている。果たしてこれで政治の信頼を甘利明さんをナンバー2に置くことによって自民党が回復できるのかどうか、岸田内閣が回復できるのかどうかっていうのは、私だけではなく多くの国民がすでに疑問を持ち始めているのではないかなと率直に思います。あと、滋賀県の県内のいい国外の東京都なんですけれども、滋賀県内では論争協議ということで、国民民主さん、あと立憲民主、あと共産社民という形で今まで実務で協議されてきてるんですけれども、2区、3区、4区に関しては、何か推薦出されたりですとか、何か支援とかを求められるようなことはあるでしょうか。はい、相互推薦というのはですね、しないということは、本部レベルの選対委員長官で決めています。その代わりですね、どのような形でお互い協力するのかしないのかという考え方はすでに、両党間で国民民主党と立憲民主党の選対委員長官で覚書ということを結ばせていただいておりますので、その中で協力してやっていくところをやっていくということになりますので、相互推薦という形は取らないと。ただこういう形で協力してやっていこうということは覚書で決めておりますし、そのことを昨日の私と枝野代表との党首会談の中でも改めて確認をしております。細かい話にすみません。滋賀3区では自民党の共産党以外の維新の人も出ることになっているんですけど、維新との関係性とか、そのあたりについては何かお考えでしょうか。はい、この前3区に立候補されたということは承知しておりますけれども、何か調整をしたり、協力したりということは具体的には何かそういったものがあるわけではありません。はい。岸田さんがですね、自民党の総裁候補として立候補されたときに、国民の政治を見る目が厳しくなっていると、で民主主義の危機とまでおっしゃって、立候補されたわけですね。で、勝ちました。で、私はもちろん、今おっしゃったように、刑事責任としてはですね、一定の区切りはついているのかなと思いますが、ただ、大臣室で、あるいは地元の事務所で2回にわたって50万、50万もらったという話、それに対して、弁護士に、調査を依頼して報告書とにまとめるということだったんですが、一切そういった説明がなされてないままですね、確か睡眠障害で、辞職をされて、その後ですね、しばらくこう控えておられたわけですけれども。まあ、いつの間にかこう眠りから覚めてですね、今回、幹事長ということになっていて、それはですね、常識的な感覚からすると、政治家としての説明責任、道義責任、こういったものが十分に果たされていないだろうと思っていまして、何よりですね、その安倍・菅内閣ではなくて、岸田内閣は信頼を回復する内閣なんだということを掲げて成立したのに。そのナンバー2がですね、依然として疑惑を抱えているということは、これは岸田内閣にも傷がつく話になると思うので、ぜひこれは幹事長に命じてですね、それはもちろん国会の場、政理士の場、あるいは記者会見、これ幹事長は前の2回、今の2回幹事長もやってるように、会見の場があるわけですから、まあ、そういったところでしっかりと国民の皆さんがですね、納得する説明をしっかりと果たすということが大切ではないかなと思います。岸田総裁はですね、耳を傾ける、人のこの声を聞くのが特技だとおっしゃっていらっしゃいましたので、ぜひ安倍さん、麻生さん、甘利さんの声をよく聞くのではなくて、その先にいる国民の声を本当にしっかり聞くことをしていただきたいし、私、本当にこれ期待しているのは、岸田さんの下で政治の信頼を、傷ついた政治の信頼をぜひ回復してもらいたい、その一つの試金石がナンバー2に任命した甘利幹事長にどれだけきちんと説明させるのか、最初のですね、岸田総裁、総理の手腕が問われると。昨日、枝野代表と、会談をされて、その中でトランプ大統領は政権構想を示すように認められたと思います。で、その後ですね、共産党の支持率だと枝野代表と会談をしていて、その中で立憲と共産では政権が取れた際には各界からの協力を行うことをということで合意されているんですけれども、これ、事実上、少なくとも立憲と共産の間では政権構想合意になると思うんですが、この合意を結果ということになりますが、これについてどういうふうに考えていらっしゃいますか。共産党さんと立憲民主党さんが党首会談をする前に、私は枝野代表とお会いして、国民民主党、立憲民主党の党首会談をしたので、その時に政権構想を示してほしいということは、我々側から求めたんですが、その時は答えがなかったんですね。でというのは、共産党と閣外協力をするということも含めて説明は、ありませんでした。で、その午後に共産党さんと会った際に、そういうやり取りが行われたということなんですけれども、ただ、その閣外協力というのは一体いかなるものなのか、あるいは、安全保障などの問題についてですね、例えば、これ日米同盟どうするのか、あるいは自衛隊そのものをどう考えるのか。ここういったことについてやっぱり根本的に考えが違うので、どこまで、その一緒にやるのか、どこまで、共産党さんの意見を反映することになるのかどうか、ここはですね、まだ曖昧なところがあると思っていますし、我々としてはやはり政権を担う以上はですね、日米同盟基軸だと思いますし、自衛隊が違憲だという状況では政権は担えないと思ってますので、その辺がまだ曖昧だなというのが正直な印象です。ですから我々としては、首班指名については、我が党が会派は玉木雄一郎閣ということでいきたい。もちろん先ほど申し上げたように、あくまで我々は自民党の公明党に向き合ってますから、そこは同じなんですが、ただ、政権を問うということであれば、現実的なことを言いながら向き合っていかないと、結果、国民の皆さんの信頼を野党が得ることができないと思うので、我々は現実的で偏らない正直な政治や政策にこだわり続けているということであります。ありがとうございます。どうぞ。毎日新聞の小島です。今回もお伺いします。石川県内の話に戻るんですけれども、野党共闘についてですね、地域によってという話がございましたが、他県連の会議ですと、東京の4月に合意を、協力関係に合意したという場所もあります。滋賀1区の話に戻りますけれども、共産党との関係も含めて、今後野党共闘をどのように進めていくと考えていただけるのか教えてください。はい、野党それぞれに立場があります。今も申し上げた通りですね。で、そういった違いをお互い尊重し合いながら、対自民党、公明党に向けて、どこまでどのような形で協力できるのかということは地域によっても違う。ただ、それをできるだけですね、結集していくということは重要だと思います。ただ、結集のやり方、あるいはその結集の約束の仕方、そういったことについてはですね、それぞれの各地域のこれまでの積み重ねや伝統もあると思いますので、最大限そういった地域での取り組みを尊重したいと。政党間だけではなく、そこに地域連合会、連合さんも入っている場合もありますので、連合の声も地域連合会の声もよく踏まえた上で、身のあるですね、協力や調整の形が取れることが望ましいと考えています。進捗状況についてはどのように見てますでしょうか。先ほど申し上げたように、比較的ですね、円満円滑な関係が築けているのかなと思っているんですが、最新の状況については、ちょっと改めて、斉藤レックス、また県連からも今日聞きたいなと思ってますので、できるだけですね、そういった地域の取り組みや尊重したい、東北地区を尊重したいと思っています。自分が順調に野党共闘を進めているという話ですけれども、その中で何か課題に挙げられているものっていうのはありますか。何か障害になっているものっていうのはありますでしょうか、野党共闘について。いや、普段ですね、ですから幅広くお互いの考え方を認め合うということがあればですね、というかコロナとか経済の落ち込みが今最大のテーマですから、むしろそういった今、喫緊の課題に対して、これを共に変えていこうとか、改善していこうということで一致することがやっぱ非常に大事だと思うんです。例えばもちろんその安保法制なんかは非常に大事なテーマと考える人はいるんですが、ただ、正直私、今、全国とか地元回っていても、安保法制こうしてくれって声は、1000人聞いても1人もいなかったこともあるので、むしろ喫緊のこのコロナ対策、病床確保、特に、この間、営業規制で本当にもう苦しい状況にいる飲食店をはじめとした関係業者をどう助けていくのか、あるいは地域独自の、滋賀県独自の課題もいっぱいあると思うので、むしろそういった共通できるテーマでしっかり合意して、これを変えていこうと、自民党ではできないんだということを訴えていくことがですね、私は円満な結集を図る上では重要かなと思っています。ありがとうございます。じゃあどうぞ。よろしくお願いします。しくお願いします。すみません、ちょっと個別の選挙区で県連の確認するということなのかもしれないんですけども、滋賀3区でやはり連合さんの方が、国民民主党もしくは立憲民主党の方から候補を出してほしいというご希望があるようなんですけれども、そうですの地域の東京都のあり方というのも尊重されるというところで、3区の両立、検討状況というか可能性についてちょっと率直なご意見をお聞かせいただけたらと思います。私の方から県連で幹事長を務めます河合です。設立の大会以降皆さんからこの件についてお伺いをされることが多いですけども、最後まで、可能性は探るということだったんですが、コロナに及んで、なかなか難しい状況になるということははっきりしているところです。候補者の擁立というところに至るかと言われると難しい。こちら見ても5分ほどありますので、もう一つ2つ。維新さんのことなんですけれども、3区で擁立されまして、その後1区も、候補に入れて擁立を目指していくという発言がありました。ちょっと可能性の話は申し訳ないですけれども、1区に維新さんが擁立されるような場合に、それからその前の段階でもどういう調整とかの可能性があるのかどうか、あるいはどういうふうに対応されるのか、ちょっと教えていただければと思います。いや、徳田は先ほど答えたようにですね、維新さんと何か調整をしているという話はありません。はい、滋賀報知新聞の浜田と申します。今日はありがとうございます。小牧代表を伺います。滋賀県関西の中でも重要なエリアの一つだという形だったんですけれども、実際選挙戦が始まってですね、小牧代表、また滋賀県の方にお越しになったりとか、滋賀県で何か応援演説をされるとかですね、そのようなご予定等何か決まっているのがあれば、何回入る予定とか現時点がまだ決まってないんですけれども、ぜひ入りたいとは思っています。全国に見定めてですね、最終的に、これどのとも同じだと思いますけど、選挙情勢の日々、工事の後も変わってくるので、そういったものをよく見定めながらですね、ぜひ、繰り返しになりますが、市街区、我が党としては重点選挙区ですから、とにかく当選に向けてやれることは、私自身も全部やろうと。そんな思いでいます。新聞の佐藤です。今日はありがとうございます。佐藤代表でお願いします。斎藤アレックスさんはご存知の通り、前原先生の秘書も務められた経験もあって、選挙区も隣同士で、実際もちろん京都と滋賀ということで、区域は本当に違うんですが、お隣ということもあって、その混合選挙に際して、前原先生と斎藤アレックスさんとの連携というか、そういうところに関して、どうだいぶすごく期待されるところがあると教えてください。今お話しあったように、前原議員とはですね、斎藤アレックスさん、非常に個人的にも親しい中ですし、選挙区も隣だということで、先ほどあったように応援演説、もちろん私も応援演説など考えますけれども、やはり前原さんも非常に有名人ですし、影響力のある政治家ですから、その意味では斎藤アレックスさんの大きな力になると思いますので、まだ直接本人とはその応援演説については話しておりませんけれども、当然、前原さんも市街区には入ってくると思いますし、ぜひその意味でも党を挙げてですね、幹部を挙げて、リスクの当選につけて、全力を注ぎたいと思います。はい、では、最後、それでは皆さん、どうぞ、最高レックス、また国民民主党、よろしくお願いします。